シカゴスパイアはアメリカ合衆国入りの移住シ,シカゴの建設が中止された超高層ビル。以前はフォーダムスパイアとも呼ばれていた。2005年、フォーダム社のクリストファー・カーリーが計画を発表し、シカゴ市当局の支援も得られたが、資金繰りに失敗、シェルボーンデベロップメントグループのギャレット・ケレハーが事業を継承した。そのため、3回の設計変更が行われた。 2007年6月に建設が始まったが、世界金融危機を受けて2008年に中断した後、2010年に計画が取り消された。設計は、スペインのサンティアゴ・カラトラワカラトラワに設計費が支払われていないことから、カラトラワの担保物件になっている。シカゴ・スパイアの予定地アンテナまでの高さ609.6メートルで、 ほとんどがコンドミニアムとなる予定で、当初は2011年に完成予定であった。フォーダムスパイアと呼ばれた、フォーダム社の事業であった時代には、115階建てで、ホテルとコンドミニアム兼用のビルとして計画されていた。計画当初の竣工予定時点においては、アメリカで一番高いシカゴのウィリスタワーや、ニューヨークで建設中の一ワールドトレードセンターを、 抜いて、世界一高いビルとなる予定であったが、2010年に、ドバイに828メートルの超高層ビル、ブルジュハリファが完成していることから、計画が実行されたとしても北米一高いビルの座に、止まることになっていた。ありがとうございます。